僕がこうやって変わった理由のナンバーワンはそこなんだよね。やりたくないことをやめて、やりたいことをやっていく。でもこれはなんかピーターパンみたいなことじゃなくて、やりた,くやりたいことは、その一番人生の中で怖い怪物と向き合うこともやらないといけないんで。やりたくないことなんだよ。一番やらないといけないこと、一番やりたいことが一番やりたくないことなんだよね。 分かるだからこれ自分で選ぶのよ自分の本気の本気の人生の中でこれこのままだったらやる許せない自分をこれが自分これをやっている自分が恥ずかしすぎるってそういうことを目標にしていくやりたくねえよ Room. 今日はですね努力っていうのは成功したいんだったら本当に必要なのか っててていいいいううこととについて話していきたいと思うんです僕は正直言って、まあ、本当にどん底の時に月収20万のなんかサラリーマンをやっていた時にいっぱいいっぱい努力していた時があったんですよね。本当に朝7時には事務所に行ってもう朝6時半には隣のそば屋で飯食ってで夜の普通に11時半12時で週末も全然来るっていう感じだったんですよ。でそのぐらい努力をしていたんですよね。でもややっっぱりり自分が本当ににたいいこことっていうとてうろにシフトを 変えてていって自分がやりたいことを仕事でできるようになってきた後にはで実際に自分の会社を立てて本当に自分の、ね、やりたいことで収入が本当に1億円以上の あの売り上げを出すことができてでその中にはそこまで努力をしていない時もあるんだけど収入と幸せ度が全然その、まあ、月収20万の時でめちゃくちゃ努力していた時よりは全然何て言うのかな努力のレベルが低いで幸せ度も高いんですよね。ねで 今日はちょっと僕の個人の,なんていうのかな経験を通してシェアできればいいなと思うんだけど僕はこの努力っていうことを大嫌いな人間だったんですよね。でどっちかっていうとちょっと悪い言葉なんだけど僕は怠け者だったと思うんですよ、ね。でもリアルに怠け者だったのかっていうのは置いといてで僕は リアルに怠け者だっっっててて自分は思思いいたたことななんんでですすよよねものだから僕がなんか本当にやりたくないことっていうのがいっぱいあって仕事でもやりたくない週末とかになんかやらないといけないことを考えるとお腹が重くなるね本当に嫌だなって感じてで僕は努力したくないだから成功はできないだろうってだから辛い人生を生きていくのはしょうがないよね。だって ね、行動成功したいんだったら収入を上げたいんだったら自分の会社を立ち上げたい好きなことを仕事にしたいとか、ね、そういうことを考えていくとやっぱ努力が必要になるって思いますよねで自分は何でそれができてないの何で今この場所にいるのっていうと努力ができない人間だから。 ね、でそうするとやらないといけないことっていうのがいつも怠けてる時にはプカかって浮かんでくると思うんですよねなんかテレビ見ててあこれやらないといけないんだけどあやだ今からこうやって動かないといけないのそれ無理って思いますよね,ね家の中でこたつ見てテレビ見てる時に片付けやらないといけないと思ったらああ洗濯忘れてたやだーって言ってほったらかしにするとか、ね、だからそのやらないといけないことっていうのがいつも僕を襲っていたんですよ。 で常にその恐怖っていうのがあってで今度何が起こったかっていうとやらないといけないことがすっごい怖いことに変わってきたんですよねだからそのマジねもうやらないといけないことを考えるだけでゾッとするで僕は特に片付けっていう問題があったしであとあのお金の問題が結構あったんですよ、ね、お金の,あの借金の問題っていうのがあってでお金をうまく管理することができないだからそのあの なんちのあの携帯とかオンラインで自分の講座を開くだけ、もうできないんですよね。例えば僕楽天アプリ使ってるんだけど、楽天のアプリを見るだけでゾーってなるわけよね。で、じゃあ、ね、この努力っていうのは、このやらないといけないことをやらないといけないっていうことなのか。ね、または、ね、自分が 本当に幸せになりたいんだったら。 っいいっていいいいいかかなななととととけここのうにちょっと話をシフトしたいんですよ今ちょっと説明が難しかったんですけれどもどういうことかっていうとこの努力っていうのをなんか感情的に考えるんじゃなくてそれはちょっとねあの脳科学的に実際にあのね本当に脳の中にやっぱりエピネフリンとかが流れてきてこれやらないといけないことがあるねこの例えば僕のえっ、ー、と例えばこのえっ、ー、とそのなんか片付けだったらねたなんかテレビ見てて週末でね なんかちょっとビール飲んでドミノ・ピザ食べながらね何か面白いな映画とか見てるじゃないですかその時に片付けしないといけないああ忘れてたとか運動しないといけない嫌だなって感じるじゃないですかそれでリアルにエピネフリンっていうのが流れてくるんですよね本当に頭の中にだからこれは抵抗感英語で言うと resistance っていうんでこれはすごい自然なことなんですよねでこの嫌だなっていう感情は実はストレスホルモンなのでストレスホルモンっていうのは自分の集中力を上げてくれるものなんですよね でこの時に気をつけないといけないのがこのままいや,やだめんどくさいからやめとこうってなると何が起こるかっていうとリアルにこの脳の中で新しい線っていうかもともとあった線がもっともっと太くなっていくんですよね。 太くくなっていくんですよねだから脳っていうのは人間の脳っていうのはすべてを習慣化にしていきますよねリアルにね車の運転とかそうですよね自転車の運転とか最初なんかよく分かんないけど慣れていくとそんなの、ね、チャリなんて手なしで携帯話しながらね話すこともできる、ね、中学生のお兄さんとかいるじゃないですか同じような感じで、ね、怠けるっていうのも新しい習慣になってくるんですよ。 で同じような感じで新しいやらないといけないことを今すぐできるようになるっていうこのパワーこれはスキルですよね実はこれは脳科学的に説明するとプログラミングすることができるんですよね英語で言うと「neuroplasticity」 って言うんだけど人間に日本語ですると神経仮想性っていう言葉神経仮想性っていう言葉なんだよね新しい脳をプログラミングしていく脳をプログラミングしていくっていうことなんですよだからこれは怠けるっていうように自分の脳をネガティブにプログラミングすることもできるし怠けないね今思った瞬間に動けるようになるっていうようなこのスーパーパワーをプログラミングすることもできるんですよね でそれどうやってやるのかというのもちょっと後で説明するんだけどね大切なポイントはこの神経過疎性というのを止めることはできないんですよね。だからここでちょっとあの脅すつもりじゃないんだけどちょっと面白いなというあの感じで聞いていただきたいのはその怠けるじゃないあ今これ嫌だからあ運動めんどくさいからまたあと下にしようってそれ,はそれは習慣になっていて実はその路線を脳の中であの強くしちゃってるわけなんですよ。 だから今度また同じシチュエーション同じ場面が起こったらあなたはどっちの方を選ぶ確率があるのかね例えば疲れてる時に運動しないっていう方なのか運動するっていうのか脳科学的に言うと前にやっていたことが習慣になるのでね怠けるっていうことが怠けていたらそれを選んだらまたそれが選びやすくなるっていう形になるんですよね。で、 逆に怠けないっていうのを選んでいくとこの、えー、と筋トレみたいなんですよ最初は筋トレ筋肉ないんだけど腕立て1回みたいな感じなんででリアルにそのじゃじゃ今日は怠けないって今日は運動するじゃするとか,なんか片付けるってやらないといけないことはやってみるってなるじゃないそうするとリアルに脳の中に線ができるんだよねでこれが面白いのがこのスキルも 強くくなっていくことができるんでですよでこれがここをこのリワードシステムっていうのがあってこの線が強くなっていてやらないことがやらないといけないことがあるんだけどこれをやるぞっていうことで新しい路線を脳の中につけていくと今度何が起こるかっていうとやるるっていう方を選ぶのが楽になるんですよね今は怠けるっていう方が楽かもしれないんだけどこの こ,のこういう話を聞いていって実際にどうやるのっていうのもシェアするんだけど実際にこれをやっていくと怠けなない方が楽になるのねでこれが最初のレベルで次のレベルが怠けない方が気持ちよくなるっていうのも科学的にあの証明されているんですよねこれはドーパミンのシステムっていうこのリワードリボードえーとなんかいいことやったらご褒美もらえるっていうシステムがあるんですよね でその自分が選んだチャレンジ。 やりたくないんだけどやるぞっていう感じでそのチャレンジに勝つことができる、ね、例えば運動でこれ本当に10分だけでいいんですよなんか運動するっていう3時間運動しないといけないとか片付け3時間しないといけないとか違う違う脳は10分でそのなんか勝利を取れるから何をやるかっていうと例えばじゃあ10分だけでいいから片付けをやろう10分だけでいいから運動をやろうってやるじゃないですかで運動なんて中途半端でいいんですよ片付けも中途半端でいいんですよでも何が起こっていくかっていうと脳の中ではあ できたんんだだって思うんだよねでこれを何回かやっていくとよっしゃーっていう気持ちが流れてくるんですよ。本当にその気持ちを感じて「いやーすっきりしたわ」ってなるのね。片付けできてすっきりしたわーって、ね。運動できてすっきりしたわーってなるわけよで。これがこのドーパミンのシステムなんですよね。ねだから脳っていうのはハンターハンティングの 本当にに生きていくためにハンンティングサバイバルのハンティングっていう形であの脳はデザインされているっていうとすごい分かりやすくなると思います。ね、でどういうことかっていうとその自分の獲物ウサギとか鹿とか獲物を取っていく。ウメのを 獲物を取っていくことができたら脳は喜ぶ、ね、そうすると生きていけるじゃないですかでも今の現代社会人として獲物っていうのは片付けるとかやりたくないことをやるとかそういうことなんだと僕は思うんですよねだから間違いなくこのちっちゃいことでもいいからやっていくと自分の脳にはそのご褒美システムっていう機能がついているんですよもう一つ大切な話があってこの脳のドーパミンとかセロトニンシステムっていうのを そのうまく活用していきたいんだったら大切なことは自分ががゴールに向かかっていかないといけないななとけう条件があるんですよねもう一回言いますね。ねこの脳の,その気持ち「あすっきりしたこれができるようになった」って言って自分の人生を変えていく自分のセルフイメージをリアルに変えたいんだったら、ね、自信とかで本当に現実を変えていきたいんだったら、ね、自ら選ぶゴール 自分が何の獲物を選んでいくかっていうことをやらないとこのシステムは何が起こるかっていうと今度防衛用のシステムっていうのもついているからそっちが始まっちゃうんですよねで防衛用のシステムが始まっちゃうとストレスホルモンが流れてきてで何が起こるかっていうと逃げたいっていうふうになっていくんですよねで危険だっていう感じになっていくんですよ、ね、面白いよね 獲物にチャレンジしていくこれが自分の ドラクエだみたたいいなな、ね、まさにドドララゴゴンンクエストだよねねやりたくないよ、ね、ドラゴンがダンジョンの中に行って自分の怖いものが本当にダンジョンにいるよねリアルに僕の場合だったらお金っていうのがめちゃくちゃ怖かったんだよね見るだけでビビっちゃうからそれほっとくんだよねでもそうするとドラゴンは大きくなるわけよ、ね、その問題は大きくなるわけよ最初は簡単に直せたんだけどで,でっかい問題になって僕は勘違いしてるんだよねでもそのドラクエみたいな感じでそのダンジョンその洞窟実際にやるしかないって言ってコし 見てこのままこのドラゴンこの問題をほっとらかしにしていくと自分の人生はどうなるかっていうのをジャーナリングとか紙に書いて本当に心の中から理解していやもうこれやるしかないやってでめちゃくちゃ怖いよめちゃくちゃ怖いんだけどかかっていくとでちょっとずつやっていく。 そうするとその自分のハンティングシステム自分を応援してくれるシステムがドーパミンとかストレスホルモンが自分の集中力を上げてくれてよしじゃあ戦うぞってなって目が大きくなって呼吸がもっと楽になってでしょねエネルギー自分の脳がよしじゃあ動くためにエネルギーを使う今食事を消化しているエネルギーをちょっとあとねそこのエネルギーをもらってきて。 ね、エネルギーを脳に集中させるように変えていこうよ。ね、心拍力が上がるようにするよ,よ。コルチゾールを流そうよ、ねね。そういう感じでエピネフリンを流そうよとか、ね、アドレナリンを流そうよってなってくるじゃない、ね、でそれを有利に使うことができるのね。自分がこれに向かっていくと。でも向かっていかない自分はその問題から逃げるぞってなると今度。 脳の,、NO、の防衛システムは働いてくるんですよ。でねちょっとこれ本当にこの面白いよね脳って。ちょっとこれ本当に,こ,、ね NO、こ,本当にこうやって脳、NO、って見るとね。 だからこれが心室だやね。この,あの、なんていうの、英語で言うとニュー,ーコーテックスって新しい部分なんでね。ここが冷静に考えることなんだけど、冷静に考える部分い、いっぱいなんか古い脳とかあるでしょ。リアルにこの脳っていうのは変化して、この脳の方、この部分の方があの古いんですよね。この中に会話があったりとか、これあのリンビックシステムっていう、ここら辺の古もっと古いところなんだけど、あの大脳変、大脳変、 円形っていうのかな日本語で,でここに、あの会話とかで、でアメグデラ、扁桃体っていう部分があるんですよねこの、この部分なんだけど。で、脳の中に目、鼻、皮膚とか、舌とか、ね、耳とかで、情報が入ってきて、まずこの扁桃体っていうところに情報が入ってきて、これは自分に危ないぞってなると、何が起こるかっていうと、逃げる、戦うか逃げるか、本能っていうのが動いてくるんですよね。戦うかかか逃げるか本能かって でその問題をほっとろかしにして問題がもっともっと大きくなると今度何が起こっていくかっていうとな何が起こるって問題が出てくるとそれソロモンが流れますよね。 アドレナリンとかコルチゾールが流れてきて、あなたが、分かるこの脳は危険なものだって、脳の目的は生き残ることですからね。あなたを幸せにすることじゃないですよ。あなたが幸せになりたいんだったら、それはあなたの責任なんですよね。脳はあなたのサバイバルを自動的にやってくれます。でも、幸せになりたいんだったら、自分でその変えていかないといけないです。メンタルトレーニングしないといけないとね。ね何もしないでも生き残ることはできますよ。ね。OK。で、 その問題が出てきて脳はあなたをセットアップしてくれてるんですよ。OK、戦うか、チャレンジなのか、逃げるか戦うか、分かる本当に危ないセーバー・トゥース・タイガーかもしれないし、ヤクザかもしれないし、トラックが来る、ね、バスが来るって。または、リアルに今、自分で直せる問題かもしれないですよね、かかっていったら。だから脳はあなたをセットアップしてくれてるんですよ、それはそのもの流れて。で、この時に怖いから逃げるぞっていう風になるじゃないですか。 ね、でリアルにこれヤクザの問題とかじゃなくてねセーバートゥースタイガーとかトラックに当たるっていうことじゃなくてリアルに自分が本当に責任を持って行動をとっていったら治せる問題なんだけどあなたが僕ってほっ,っ,っとく「You don't do anything about it」っていうことにしようよ、ね、でそうするとこの扁桃体の部分はまだクドク,クド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 クコルチュゾールとか流してくれてるんですよねだから脳はこの問題を ね、その象が部屋にいるって英語で言うんだけど elephant in the room まだ問題あるよっていうのを知ってるんですよだからドク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 このコルチゾールを流すでこれが続いていくと何が起こるかっていうと自分のメモリーが悪くなってきますよねリアルに早く死んでいくんですよねこの別のところから体のエネルギーを奪っていってあなたがいつでも戦えるように逃げれるように戦えるようにセットアップしてくれてるからこれコストがあるんですよ自分の体で ね、これ毒なんですよねコルチゾールって大量で取ると。なので、ね、これが続いていくと本当に女性だったらお腹が本当にお腹が痛くなってでこれお腹が重くなるっていうのあるじゃないですか怖いこと考えるとこれもリアルにあの中でおなかの中でソれソロモンとかが流れているんですよねだからこれ気のせいじゃないんですよ本当に起こっていることなんですよね,ねだから大切なこ,ことここでポイントね。脳は あなたをセッットアップしててくれてるんですよこれは危険なことかもしれない、ね。逃げるか戦うかどうするのって。わかる、ね、で本当にやばい問題だったら逃げた方がいいよトラックが来る蛇が来るとか生伐採災害ヤクザが変わってくるから逃げな。<laughs> ね、でもポイントは、ね、自分の人生の中で問題があってほっといていることとか、ね、それに じゃあそれにコミットするぞってなったらあなたの脳はめちゃくちゃあなたをバックアップしてくれてるんですよしてくれるんですよやばいようなやる気が流れるんですよ本気になるって言ってマジこれ孫悟空がサ,サイヤ人になるみたいな感じで本当に自分が強くマジあなたの DNA は ね、何万年何億年本当にあなたのご先祖様ってずっと生き残っていたまだ,まだ発火できない、まあ、起きてないパワーっていうのが眠っているんですよ体の中でねでこれにアクセスすることができるようになると今問題だって感じている問題が問題じゃないように感じたりするんですよねもう本当にケー、okay、で今日はこの努力の話に戻っていきたいんですよだからちょっとこのね努力の話で自分の脳がね で僕がその努力あの、僕はちょっと小学校の時にあに僕が正直言って ADHD なんですよね。で、今日もね、ちょっと ADHD のグッズ買ったんですよ。これ、バランスボードって言って、ちょっとこれあの、いろんなあのデータがあるみたいで、こうやって自分の、ね、集中している時これ、スタンディングデスクですけど、僕、ここで立って仕事をやるタイプなんだけど。 こうやって自分が立っている時に仕事をやってまたバランスをとっている時だよねバランスをとって仕事をやっている時に自分の脳がいろんな部分を使うんですよね。でそうすると ADHD 集中力が上がるっていうデータもあるらしいんですよだからこれを試してるんだけどポイントはね 僕が小学校の時にあの日記を毎日書かないといけないっていうあの宿題があったんですよね。でこれ本当にあの37歳になって小学生の先生と話したら「モンセン君あのすごい優しい先生がいるんですよ僕の小学校の時お世話になった」ね「モンセン君あの日記は別に書かなくてもよかったんだよ」みたいな。 っってなったんだけど僕は小学校の時毎日日記を書かないといけないと思ってたんですよねでちょっと ADHD っぽいからその日記を書かない日とかもあったんですよでこれがもう借金みたいにすっごいすっごい高まってくるんですよねどういうことかっていうと日記一日書かないとね次の日にその日を書かないといけないじゃないですかそれ4日坊主とかにやるとね例えば5分で済む日記が ね、今度5日分のことを思い出して書かないといけないんですよね。すっごい難しいわけよ。それをまたほっとくと今度6日分になってそれをほっとくともうすぐ20 10日分とか1ヶ月分とかになってもう無理になっちゃうんだよね。で僕は何が感じたかっていうと僕はでこの何て言うのそもそもこのやらないといけないことが永遠にある。ね自分で問題を解決できないほどのやらないといけないことがずっと僕の,あのすいません。 ずっと僕の人生にか残っていて永遠に終わらないと本当に僕の脳の中で何が起こったかっていうとね永遠に獲物がかかってくるぞってだから僕は逃げたかったんですよやりたいっていうことだから僕はその勝つっていう気持ちいいんだっていうことを経験できなかったんですよねで本当にこれに気づけるようになったのが 35, 代をえ35歳を超えてからあの分かるようになってきたんですよで だからこれ親としても大切なのは自分の子供がこがやりたくないんだけどそれにやってきたら気持ちいいんだって言ってこのドーパミンこのストレスホルモン自信がつくストレスホルモンと幸せホルモンでねセロトニンとか自信がついてくるっていうのを子供が自分で理解できるようになるとその外だが出てきても逃げない時間がかかってもやっていくぞっていうスキルを身につけることができるんですよね。でも僕みたいいいいいいにやらないといけないこととけこがいっぱいあって で,で,で,で本当にもう無理だって逃げたいってなるとそうすると自信もつかないですよね自信もつかないですよね今もうやらないといけないことから逃げているからだから僕は本当にその努力できない人間だってずっとずっと勘違いしててやりたくないことがずっとあってで僕が幸せになれないで本当に僕はその,あの中途半端な人間っていうかできない人間の ね、中には人そうやっぱり地球で生きている人たちはできる人とかいっぱいいて僕はそうじゃなかったんですよ。僕はできない人間だっていう感じだったんですよね。で最後にごめんねちょっとお話が長くなっちゃってこれで終わりにするんですけれども。 僕はなんじゃあんでその月収20万の時にね朝6時半に本当に事務所の隣の相場屋でね250円のそば買ってで7時には事務所にいて全然帰るのが最後かもう一人の上司も結構頑張ってる人もいたんですけどね僕かその別の人がいつも最後だったのかって週末にも来たりして。 ね、で本当にすっごい激しいペースで働いてでもう人生がモノクロ生きている意味がないって本当に感じていたんですよね。ねで面白いのは、ね、それは社長から認めてくれるための努力だったんですよ。その時に僕何が狙っていたのかって、ね、例えば今僕が狙っているのはその自分の子供が大学に行けるような。 こととか自分の子供のお家とか今、子供が生まれたからね奥さんを幸せにしている社員が幸せでいることとかもっと自分のなんか幸せになるようなことを広げていきたいっていうのが今、自分が狙っていて自分が狙っていることは自分の悪い癖を変えていくとか自分がもうこれ,これはもうだめだってクリス、本当にこれだめだよ大人としてこんなのことやっちゃったっ話し方とか。 そういうことを今僕は狙っているんだけどその前僕がその、ね、あのサラリーマンでやってた時何を狙っていたっていうとその正直その自分が自立するとかもっと大きい家を買うとか、ね、そやりたいことで生きていくとかそういうことじゃなくて何で僕はそのやりたくないことをめちゃくちゃ努力していたのかっていうと人から認められるっていうのがその僕の狙いだったんですよね。 誰かから認めてもらえる社長からクリス偉いねってで他の周りの人から偉いよねクリスってこんなに努力できるんだってで僕はも望んでいたのは大丈夫なんだっていうクリス大丈夫だよあなたは壊れてないよって、ね、それを本当に心から望んでいたんだよねでこれおそらくちょっと小学校の時のなんかあのー、ねそのなんか あのまだ問題事っていうのがまだ僕の脳では解決してないからそれがなんか僕のなんか認められたいっていうその努力だったんだよね,ねだから今とは全く違うんですよねだからそれをなんかやっぱそういう何のために努力をしていくのか、ね、例えば認められたいとか、ね、それは認められたいんだったらやっぱり自分を愛するありのままの自分を愛せるようにならないといけないよね ね、ありのまま他の人を見てあいつダメだなって思った瞬間それを自分にできるっていうことだから、ね、脳はそう思っているから他の人をダメにしてあいつダメなんだっていうことは自分もダメになっていいことだよね論理でいくといやでもいやあの人はダメな行動自分が同意しない行動をやっているかもしれないけどあの人は僕は愛している愛してるよってでそうすると自分も愛されているんだ 大丈夫なんだ他の人も自分のことを愛してくれるんだ本当はって、ね、そういう感じで自分の本当の自分を認めるっていうそのなんかスキルアップそ,そこも筋トレですよね同じような脳の、ね no, 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 トレーニングだよね,ねだから大切なことは、ね、まず何のために努力をしていくのか、ね、今あなたが努力しないといけないんだと思っていることは 本当に心の底から思う,思うことねだから決断っていうのがすっごい大切になるんだよねでもちろんねこれはいろいろあのちょっと今あのこれについてはねじゃあどうやって決断するのかいっぱい決断したらい全全い、ね、例えば自分の片付けとか自分の体重とか自分のなんかやっていることとか全部これを一気で変えていくのかっていうのは論理的リアルに考えると難しいで習慣化にしていかないといけないから ね、一番最初の話で言ったように自分の脳を怠けるとそれが習慣になって怠けたらもっともっとそれを育てているわけなんですよ。わかる怠ける筋トレをやってるわけなんだよ怠けるたびに、ね。だから何について怠けないんだっていうことを考えて10分でもいいからその1つだけでいいんですよ。1週間に1つだけ選んで。ね、3週間ぐらいでもいいよ。 一つだけこれは絶対かかっていくぞって言ってじゃあ片付けだったら10分でもいいの片付いてなくてもいいのよ習慣のトレーニングだからで他のはあの自分を責めなくていいのねで片付けっていうのを集中するんだったら運動は許していいわけよ今片付けやってるから大丈夫片付けが習慣になったら運動やってくよって。 そうやって自分のペースを持つとか、まあ、そういうことはね本当にあのマンスリーのオンラインサロンとかでいろいろリアルにみんなとズームであのやっていくっていう会話しながらねコーチングしながらやっていくっていうところでちょっと置いときたいんですけれどももう一つ伝えないといけないことがあるのごめんねどうやな何が僕の人生で起きたのっていうのをちょっと書いてたんですよ今日この話について。 ね、でその僕は本当に人生っていうのを怖がってやらないといけないことがいっぱいあって本当に僕は壊れてる人間だって思っていてね壊れてる汚い人間じゃないんだよ壊れてる人間だから絶対普通になれないで普通の人と比べると僕はもっと下だからいじめられたりで行動もできないしやらないといけないことがいっぱいあって認めたられたいから自分がやりたくないことを地獄みたいな環境でその時僕はそう思ったんだけどねあの続けていくっていう感じで 今の僕がいるんですよねど何が起こったのかっていうと、まず、俺これ考えてたんだけど、Honestly, I stopped doing what I didn't want to do and started doing what I wanted to do。これがメガだと思うのよ、ね。マジ、やりたくないことをやめて、やりたいことをやってったんだよね。そしたら人生が変わったの。 だからマジ仕事とかでやりたくないことずっと続けてるんだったらそれよくないよマジでそれお前怠け者だっていう人はちょっとそれはあの違うと思う、ね、例えば僕はやりたいことを仕事にするっていう感じで会社を作ったんだけどその中でもやりたくない時とかいっぱいあるよ逃げたい時とかあるよやりたいことを人生でやっていったら問題がなくなるかっていったらそれは大勘違いだよ そんな甘い話ないよ。何え、じゃあやりたいことをやだけやってたら成功できるんですかって。それピーターパンだよ。夢持って実際に動いてない人だよ。ネバーランドでちょっと夢見て、ね、リアルじゃない人間に声落ちてる。なんか、チンカーベル。ね、なんか、ね、ウェンディーがそこにいるんだけど、ね、責任持って大人になったらウェンディーと結婚できるのごめん、ピーターパンの話は置いとくわ。あれ、深い話なんだけど。ね、だからこの好きなことだけやっているんですとか、そんなことはできないよ。 好きなことを選ぶからむそれが自分のドラゴンになってかかっていかないといけないわけよ。わかる 自分が本当にやりたいことは難しいのよやりたくないのよ自分のやりたいことをやらない方が楽じゃん怖いじゃん今の収入を変えるとか仕事を変えるとかめっちゃ怖いことだよこれ本気の本気の本気中で,でやろうと思った瞬間から親は反対するし家族が反対するし周りの人もやめた方がいいというしねこれなんかビジネスの97%は最初の 3, 3年で失敗するとかめっちゃ怖いデータもいっぱいあるし ね、でもそこにかかっていくんだよで好きなことだけなんていっぱいやりたくないこともやらないといけないんだよビジネスって楽なことじゃないよ好きなやりたいことをやっていくっていうことと楽なことをやっていくっていうのは違うよねでここが努力なのよ自分が選んだゴール自分が選んだ目的だったらかかっていくことができるでしょ そう思わないこの脳がバックアップしてくれるよね、ストレス、そのもんがな、ね、い。怖いぜ。楽って言ってないよ、マジ。楽って言ってないよ。で、どっちも難しいんだよね。嫌いなことで生きていくっていうのも難しいし、好きなことで生きていくっていうのも難しいわけよ。でも、あなたはこの生まれてきた魂として、本音で生きるんだったらどっちでいく一回しかチャンスがない。どっちで選ぶかっていうことなんだよ。で、絶対このやりたいことを選んだほうがいいって。 今、時代もそうっちの方で動いてるじゃん。もちろん中には今すぐか仕事をか今すぐ帰ろうじゃなくて6ヶ月プラン立てられるでしょ。そう思わないかな、6ヶ月とか1年のプランとか。大体3年,3年から5年かかるからね。仕事を本当にうまくいくっていうまでには。だから5年後にも変えたいなって、この仕事を5年後でも嫌だなって思っているんだったら、リアルにそれを変えていく。そのそ僕の 本当に僕がこうやって変わった理由のナンバーワンはそこなんだよね。やりたくないことをやめて、やりたいことをやっていく。でもこれはなんかピーターパンみたいなことじゃなくて、やりた,くやりたいことは、一番人生の中で怖い怪物と向き合うこともやらないといけないんだよ。やりたくないことなんだよ。一番やらないといけないこと、一番やりたいことが一番やりたくないことなんだよね。わかるだからこれ、自分で選ぶのよ。 ね、社会がこういう会社がいいんだとか社会がこういう働かないといけないんだそんなそんな話じゃないのよ自分の本気の本気の人生の中でこれこのままだったらや許せない自分をこれが自分これをやっている自分が恥ずかしすぎるってそういうことを目標にしていくやりたくねえよそ やりたくねえよ。これは神の恐怖って英語で言うんだよね。キリスト教でなんかこんなことわざがあって、なんかフィアーオフって言うんだよ。なん,かなんやねんって思ってたんだけど、僕は別にキリスト教でもないんだけど、あの尊敬している。僕は宗教は尊敬しています。で、あの、その、なんやよっ、ね、て、その Fear of God っていうのは、やっぱ本音で生きる。何を選ぶのか。ね、本音を選ぶのか。違うことを選ぶのか。 どっちの,方を後悔するのかどうやって生きていく人間になるのかっていうのがこの究極のウォーリアーシップの愛のウォーリアーシップだと思います。でこの孤独な道に入ることができると脳は応援してくれる。で他の人が幸せになれるように自分だけじゃなくてでうまく人生生きていけるようにっていうことが本当の本物のフォーカスに変わってくるんじゃないかな。 環境を大切にしたり動物とかクジラとかイラクとかいくらドロフィンとかさゾウ、ね、とか環境問題とかね他の人たちとか、ね、こうやって今の社会みたいにもっと働かないといけないんだ、ね、なんでっていうと悪いことが起こるからってそれまさに恐怖システムでしょわかるやろ社会社会が全員その恐怖システムにこの魔法にかかってるってリアルに何が起こるのって。 いや悪いことが起こるかもしれないからそれ脳のあの扁桃体だよ。ね、それを見抜けるようになって世界のことを考えていったりとかみんなのことを考えていったりとかそういう人間そういう大人として生きていこうよ。だからこれは楽な道じゃないよ。 うん、でもなんか僕ができることがあったら全力で応援したいなって思います。Alright, you guys. I love you guys so much. 本当にちょっと聞き流し系でね、今日短いビデオにしようとか思ってたんだけど。<laughs> Alright, you guys. Thank you so much.See、yeah, you. また来週なんかビデオアップしたいなって思ってます。Alright, Jenny!